スロドキの歴史にまた1ページ。ゲーム236枚、あそろそろ早いボーナス欲しいっすね。タッチこれレギュラーだったら設定値否定です。チェリープラスレギュラーなんでこれで設定値否定っすね。さあこれでレギュラー終了でワッサン109分の1と絶好調っすね。カットインが来ないっすね。さあ続いて、おー来た、これはある、これはある、これはある、よかった。1135ゲーム降格のチャンス目からですね。まあ正直やったっていうゲーム数じゃないですね。あと100くらいで天井だったんで。おー準備中にロック、おーなんかすごいことになったんじゃないの。おー準備中にロックからのチャンス、これは熱い。まさか中断じゃないよね。いやでもこれは強チェでしょ。ほら強チェ、あれ強チェだよね、追加だから。オッケー乗った、準備中に30、ありがたいありがたいありがたい。終わっちゃった、もうそのまま継続かけたバトルっす。おー光る星人は勝てるよ、頑張れ。あースラッガーはないと思ったらフルボッコ体制じゃないですかこれ。もうちょっと勘弁してくれよ。頑張れセブン、頑張れ。あー段に戻る、ダン。71ゲーム299枚ベル全然いけてないんでバトル中いけるんじゃないか。ノリオさん、うわここでいちまったな。おっ、ニキア大チャンス、おお上司、おしまだ上司、おおチャンスアップ、2発いたぜ、2発、うわあらチャンスアップ、大体やろこれ。3、あ3発3中だよあーです、カカカカカカカ、あーボーナス、はい、はい、あざす、3日目でボーナスでした。赤七でございました。
張ったね、近く。いいね、久しぶり見たこのパターン。はい、ということでなんとかなりそうです。よし、嬉しい。これはで、はい、ってことで、14までかラスト。はい、続けて15セット4463枚、これで確定ストックは終わり。収録確定。次回の収録は12月9日、孝太郎とセイジが安田前橋店を攻略します。安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるので、ぜひご覧ください。このテンションの差ね。うるさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。